はい、どうもこんにちは、中村美香です。今日はね、久しぶりの Vlog を撮っていこうかなと思います。地元の友達の佐野前と綾乃と佐野前のね、息子くん二人が今日は来てくれるそうなので、すごく楽しみにしています。今日はランチをね、食べに行って、その後前コンチに行ったりするんですけれども、そんな感じのゆるい Vlog なんですけれども、娘ちゃんとのお出かけ Vlog、 ぜひ最後まで見てください。今ね、娘ちゃんはまだ寝てて、私はいつも寝てる間に自分のメイクしたりとか、髪の毛セットしたり着替えたりとかっていう準備を済ませておきます。あとね、娘が出かけるときに持っていくバッグも準備しておきました。で、このさ、バッグについてすごいご質問多いんですけれども、再入荷が決まりました。あと新作も出るのでね、このコラボバッグもぜひ楽しみにしていてください。で、この中に入ってるのが、まずこちらのまるまるのブランケット、あとはこのくっついてるね、ポーチの中に入れてるのが、こっちは紹介したかな、カラカラなるやつと、あとこれは新しいかも、ベラトゥーノっていうね、ブランドさんの歯固めです。あとは自分のコスメがこの中に入ってるんだけど、いつもと違うメイクしています。この間爆買い動画で紹介したローラメルシエの新しいコスメ3つ使ってみました。ね、このリップとすごい色が合ってて、めちゃくちゃ可愛いです。髪の毛はね、今日はもうストレートアイロンで内巻きにしただけです。あとはこの中にね、こういっぱい入ってるんだけど、おむつが入ってて、ファンの子からいただいたんだけど、このね、私の娘ちゃんの生まれた日が入ってる、これはお尻拭きが入っています。あと哺乳瓶は一つ入れてます。これがおむつ替えシート、これジェラピケのやつね。あとこの中にね、母子手帳とかが一式入ってるのと、あと最近離乳食始まってるから、ご飯をね、一個持っていきます。これがめちゃくちゃ良くて、2個入ってて、あとね、スプーンがついてるんですよね。このさ、スプーンがついてるのがめちゃくちゃ良くて、これをよく買います。あとはマルクベビーのヘアブラシと、はい、あとね、これ2つとも同じブランドかな、ママベビーの、こっちが日焼け止めで、こっちがね、除菌のスプレーになります。日焼け止めもね、ちょっとベタベタするんだけど、なんか肌は荒れたりしなかったので、これをね、今使っている感じです。はい、あとこまごま系はこの中に入ってて、最近はね、お菓子をね、持って行ってますねこういうおせんべいみたいな好きだから、これを持っていくのと、あとはなんかミルクはね、もうこの液体のミルクを持っていくようにしています。これいつも飲んでるアイクレオの液体のやつなんだけど、これは温めなくてよくて、このままね、哺乳瓶に移したら飲めるから、めちゃくちゃ便利です。あとはこういう清涼麺とか、着替えのロンパースが1枚入ってるのと、あとね、おむつを入れる匂わない袋が入ってるのと、あとちょっと除菌のウェットティッシュも入ってます。あとはガーゼが、いつもね、3、4枚入れてるかな。あ、そう、あとね、ここについてるやつね、これ楽天で買ったんだけど、この中にはおしゃぶりが入っています。あと持ってくのは、私のこのちっちゃいお財布と、あとは鍵なんだけど、これね、新しく作ったミダスタッチの天然石キーホルダー、めっちゃ可愛くない？この2つとさっきのコスメだけかな、私の荷物は。だいたいこんな感じでね、自分の荷物はさ、ほとんどないから、このマザーズバッグの中に一緒に入れちゃってて、で、いつも携帯もこの中に入れてたんだけど、結構この中で迷子になっちゃったりするのでね、実はこれをね、使い始めました。じゃ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 ん、新しい iPhone ケースはこちら、ケースティファイのレザーケースとスマホショルダー。私が使ってるのはこういうなんかレザーのものなんですけれども、90% がリサイクル素材でできているのに、なんか本革のようなね、風合いで、実はこれ、ビーガンレザーなんです。私はこのね、ラテっていう、ちょっとオレンジ味があるようなカラーにしたんですけれども、他にもね、可愛いカラーがたくさんありました。あとは、なんかこんな感じでね、ロゴも入れられるんだけど、フォントが選べたり、あと入れる場所も、私今ね、ここに入れてるんですけれども、入れる場所もね、何箇所か選べるようになっています。こんな感じでね、自分だけのオリジナルケースが作れちゃいます。あとこっちのね、スマホショルダーはベージュカラーを選びました。こんな感じでここにロゴが入っています。このラテのケースに合わせたんだけど、色合いもね、すごい可愛かったです。このロープは 100% リサイクル素材でできているそうです。このスマホショルダーもいろんな種類とかカラーがありました。こんな感じです。
はい、スマホショルダーはこんな感じでね、なんかこういうのがついてるんだけど、これをここに差し込んで、そしてスマホのこのショルダーをつけると簡単に装着ができます。こんな感じでスライドをさせるだけでね、簡単に長さの調整ができます。ちょっと長めにした方がなんかこう取ったりするときは使いやすいですね。私はこのぐらいの長さにしてます。シンプルなデザインで色合いがめちゃめちゃ可愛いから、大人でも使いやすいし、男女問わず使えるかなと思います。彼とか旦那さんとお揃いとかにしても可愛いんじゃないかなと思います。このケースもね、レザー以外にミラーケースとか、あとね、丈夫な作りのインパクトケースなんかもあります。私は今 iPhone 13 Pro を使ってるんですけれども、最新のね、iPhone 14 Pro もあるし、あとは Google Pixel とかね、もう種類がすっごい豊富です。私このスマホショルダーってあんまり使ったことなかったんですけれども、やっぱ子供がいるとこれがめちゃくちゃ便利で、外行っても調べ物したりとかすることも多いし、あとは写真とかね、動画も撮ったりするからね、この子ここにかけてて、すぐパッとね、このまま撮れるのが、めちゃくちゃ楽ちんです。あと結構携帯をね、最近なくしやすくてね、もうね2回ぐらいね置き忘れててね、2回とも戻ってきたんだけど、携帯をねこう置き忘れちゃうことが結構増えてきてて、やっぱな、子供のことやってるとさ、そっちに気がいっちゃって、なんか携帯とかなんかいろんなものなくすようになっちゃってて、そうこうやって首からぶら下げてたらね、なくさないと思うので、そこもいいかなと思います。 Kistify の URL は概要欄に貼ってあるんですけれども、そちらのリンクから購入するとね、なんと 15% オフになります。よかったらぜひチェックしてみてください。かわいいよね。色合いもめちゃくちゃいい。で、今日のコーディネートはね、こんな感じで、このワンピースがね、こう、後ろがぱっくり開いているワンピース。めっちゃかわいいです。で、これカップ付きなので、下着をつけなくて大丈夫で、ちょっとね、まだ肌寒いので、上にはね、このカーディガンを着用しています。このカーディガンはマルクの新作で、こっちの、ワンピースは今日遊ぶね、佐野前がやっているブランド、トランク88のものになります。で、このケースティファイのね、スマホケースの色に合わせて、ちょっと靴はね、こっちのマルジェラのキャメルの靴を履いていこうかなと思っています。はい、今日の娘ちゃんコーデでーす。おきつい完了しました。かわいいね。じゃあ行くよ。はい、お出かけしてきます。ベビーカー乗るとおとなしくなってます。ちょっとね、肌寒いのでブランケットかけてます。あとソフィーちゃんも連れてきたよ。はい、行ってきます。いいポチャしてます。おう。これさ、食べたいなってさっき思ったの、ティラミス。よかった、嬉しい。ママもうすぐお誕生日です。ねえ、イエーイ。パチパチパチ。パチに撮っちゃうね。おめでとう。ベビーサングラス、これ子供用、子供用だよ、これ。え、これ結構いけるよ。ベビー用だよ。あ、そうなの。そう、ちっちゃな顔。
はい、こちらキングオブケールさんに来ました。本当だ、プロテインとかある。なんかプロテインのね、こういうサラダとかもあるそうです。これはちょっとパパに買って帰ります。夕飯にします。これはどっちですか？これはマシッサですね。マシッサです。結構大きい。ここでみんなお散歩。手叩いてます。で私もいるよ。ねえ、パパにお土産買ったね。あ、またいじりやってる。ペロペロペロ。ニコニコ。ニコニコ。パチ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 。何が入ってるの？笑ってる。いや、何？なんだ？なんかこれ恐竜のなんか神経衰弱みたいなか？しかも海外のマジ？そう、2枚ずつ入ってて神経衰弱できんだって。開ける？あでやってる。開け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 る。一個学年違うよね。うん、違うよね。そうだよ。去年もあれだったら、やばいやばい、かわいい。わかってんだけど、あ、どうした、ほら、やだって。あ、すいません。あ、行く行く行く。え、ちょっとやばい、シュウさん。やばい、彼氏できた。彼氏できた。じゃあ一緒にあっち行く。あっち行く。やばいやばい、連れてかれる。マイコの息子チャラいわ、やっぱ。歩けないからさ、まだ歩けないの。ほっぺにちゅう。ついていくことで、やばい、ちょろい。ちょろい。ちょろいな、ここ。ちょろい。ちょろいぞ。ついてる。ちっちゃい、早のもいる。かわいい。ちっちゃいです。はい、こんな感じで今日は Vlog の動画でした。どうだったでしょうか？楽しかったね、楽しかったね。今日ね、紹介したこちらのケースティファイの iPhone ケースなんですけれども、15% オフになるリンクを概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったら、グッドボタンとコメント、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。言葉だ。